500m 競走決勝選手を紹介します。第2レーン寺田雄志君、平成国際大学。第3レーン寺田健太君、中京大学です。第4レーン小池雄志君、慶応義塾大学。第5レーン原翔太君、上武大学。第6レーン桐生義秀君、東洋大学。第7レーン橋本明幸君、早稲田大学。第8レーン井口幸太郎君、中央大学。第9レーン小林翔一君、東洋大学。以上、8名の出場が行われます。向かい風 0.1 メートルでした。